がそのジャンルの中でどういうところに特化していくのか、どういうキーワードを使うのか、これをやっていただければ有益なポジションを取るっていうことができるので。時は令和ビジネス戦国時代、ビジネスの常識をバッサバッサ叩き、マーケティング侍の非常識なビジネス学。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践的で今使えるマーケティングを皆さんにシェアしていきたいと思います。はい、リュウ先生、今日もよろしくお願いします。はい、前回ネガチャンネルを作る方法って動画撮ったじゃないですか。あ、 YouTube のね。あれ見て僕思ったんですけど、はいはい、やり方多かったんですけど、僕こうやる自信がないなって思って。あ、なるほど。投稿する自信もないなって思って、あれどうにかこうやる方法ないですかね。どういうこと？あ、伸びなくても集客したりとか売り上げ上げたいと YouTube 使ってという話ね、はいはいはい、なるほど、あります。前回ね、 YouTube マーケティング完全版っていうところで、まあ、YouTube は4つの種類があるって話をしたんで、その4つっていうのをちょっとおさらいを最初にさせてもらうと、まずメガチャンネル、まあ、登録者数を10万とか20万登録上げていくって方法を教えましたと、うん、そして2つ目にステルスチャンネル、まあ、顔出しをしないで広告収益だけで稼いでいくっていうやり方で、で3つ目にプロセスチャンネル、まあ、要は商品過程とかね、まあ、例えばドラム缶の作り方とかね、そういう味噌汁の作り方みたいな商品の過程で伸ばしていくと、まあ、これも広告収益だろうね。で、今回のこの動画のポイントっていうのが4つ目、骨太チャンネルです。骨太チャンネルっていうのは簡単に言うと、その場で特定の地区とか特定の商品サービスとかをやってる人にダイレクトに興味がある人を呼ぶという方法なんです。分かりやすいところで言うと、工場のネジを作ってます、ネジのチャンネルなんて誰が見るのみたいな。確かにそうですね。もちろんこれ伸ばし方あるんだけども、はい、ただネジのね、依頼を増やしたいってなってくると、はい、じゃあ YouTube チャンネルがでかくなればいいのかっていうと、うん、そうでもないし、じゃあもっと違う例で言うと、香川県丸亀市にあるうどん屋さんがありますと、はい、これちなみに俺の出身地、おお、丸亀市、そう、じゃあうどんがありますと、そのうどんの自分のこう小さな1店舗でやってる、ここにだけ来てくれればいいっていうのに、じゃあ登録者数10万人必要ですかって言うと、そうでもないって話。そう、確かにそうですね。いらないのよ、はい、ダイレクトに来てもらえばどうしたらいいっていう、このダイレクトチャンネルを作っていくっていうのは今回の鍵だったから。で、そして今回ね、まあ一応 YouTube っていうのは例を出すんですけども、まあ、YouTube 以外でも今日言う話っていうのは意外と使えたりする、うん、でこの方法が分かれば YouTube だけじゃなくて他の SNS や Web 上でピンポイントで狙ってるお客様が集まると、うん、2B も 2C も、はい、結構ニッチな分野であったとしても、うん、集まるってことができるから、これだったらいいでしょ。それはめちゃめちゃ興味あります。しかも、はい、ほとんど投稿いらない。え、そんなことができるんですか。もう極論になっちゃうんだけど、気が向いた時に投稿しても来ちゃうっていう、これだったらホイミでもできるでしょ。そうですね、はい、気が向いた時なら僕でも。しかも編集も適当でいいそんな適当、大丈夫なんですか。大丈夫です、できちゃうんでね、はい、それがっていう方法がいわゆる骨太チャンネル。骨太チャンネルの骨太っていうのは文字通り骨が太いということで、うんうん、即ピンポイントでダイレクトに集めるダイレクト集客の方法を今日皆さんにシェアしていきたいと思います。まず YouTube において伸びなくてもやるメリットあるんですかと、うんうんうん、これはまあ先ほども言いましたが、メガチャンネル、まあ、登録者数が10万とか20万とか、まあ、YouTube 以外の SNS のフォロワーとかで言うと、メガチャンネルは基本的に影響力がありますと。だけども仮に登録者数が伸びなかったとしても、まず一つとして SNS を開くという行為自体が PR とか外部対策になる。それはどういうことですか。今の時代で SNS を開催しなければいけない一番の理由っていうのは、ライバルとの情報戦に勝利をするためだ。例えば同じようなことをやってるお店がありました、はい、まあ、もしくはビジネスがありました。ライバルが自分ところの商品は素晴らしい、サービスは素晴らしいってことを公開した瞬間に、はい、何もこっちがしてなかったら、うん、一般の人たち、普通の何も知らない人たちってのは情報にアクセスをしたらそれが正義になる。分かる、はい、それはなんとなく分かります。だって情報って何が怖いかっていうと、みんな一番最初にたどり着いた情報が真実だと思ってしまう。それが嘘だとしても、ほうほうほう、世の中にある情報の大半はウェブでアクセスしてるし、その中心になってるのが SNS なのね、うん、でこれを何ももし対策をしませんって、もう自分は何も SNS なんかやらないって言ったら、ライバルが出した瞬間にそっちの言うこと全部信じちゃう。じゃあ例えば例で言うと、接骨院やっていて、仮にめちゃくちゃ真剣にね頑張ってやっていました、お客さんのために向き合って一生懸命施術をしてますと、なんだったら腕もめちゃくちゃいいとしても、誰かが僕は世界一の施術者ですって言った瞬間にみんなそっちを信じちゃう。仮にその人がもう施術始めて1年目だとしても、結局何を信じたらいいかって、世の中で落ちてる情報しかみんな信じないから、真実がどうであれ発信したものガチっていうのが、これまあ一つの問題にもなってる。
だから何もノーガードでやるっていうこと自体が怖いから、はい、チャンネルが伸びなかったとしても自分たちの身を守るために動画を出しましょうっていうのは基本になるわけ。めちゃめちゃ分かりやすかったです。もう本当にこれ基本の木だね。なぜ SNS をやらなければいけないのかって話になってくるとここにたどり着く。その上でブランディングっていうものを作る上でも SNS は重要な。これ YouTube だけじゃなくて、そしてメガチャンネルの特徴っていうのは基本的にはトレンドを追いかけていく。あ、これ SNS 全てですね、YouTube に限らず全ての SNS でどうやったらフォロワーが獲得できるんですか、どうやったら影響力出るんですかっていうと、世の中の大半の人たちが求めているもの、望んでいるもの、必要としているもの、困っていることをリサーチして、それでみんなが望んでるんだったら動画を出していくっていうのが、いわゆるフォロワー数の伸ばし方、メガチャンネルの仕方、影響力の作り方になるけども、今回はその真逆です。影響力はつかないけども興味のあるお客さんにピンポイントで来てもらうと、これだけの方法。メガチャンネルってね、やっぱ大きな問題が何かというと、チャンネルでかくなるんだけど、はい、見てるリスナーが全国なのね。このマーケティング侍でも、まあ、アンケート調査とかをしてみて分かったのが、もう本当にまばらで地方の人たちもたくさん見ていると。東京だけじゃないんだよ、もちろん東京の人が一番見てるんだけど、東京以外の方もたくさん地方の方なんかが見てたりとかするチャンネルになってるわけ、はい、ってなってくると、さっきの香川県の丸亀市にあるようなうどん屋さんをやりますっていう、東京の人がわざわざそのうどん屋さんに行くっていうのはなかなか難しいの、うん、もちろんありえるんだけども、確率としてはやっぱピンポイントで香川県の丸亀市に住んでる人来てもらった方がいいじゃん。そうですね。じゃあそのために何やるんですかっていうと、ポイントはピンポイント検索対策なんですね。わかりやすく言うと、丸亀うどんで検索をしている人をピンポイントで集めるっていう手法が取れたら最強じゃない？確かにそうですね。できるとそれは最強だと思います。最強だよね、はい、で YouTube っていうのは今 Google と連動してるから、 Google で検索したお客さんも YouTube に来てくれるんだよ。うん、なるほど。みんな勘違いしてるのは、 YouTube で出した動画って YouTube じゃないと見られないと思ってるかもしれないけども、 Google で検索をした検索ワードでも YouTube の動画って見られてるから、このピンポイントで検索したお客様だけを引っ張ってこうやったら勝つよねっていう、で昔で言うと似たような手法としてオンドメディアっていうのがあったんだよ。オンドメディアっていうのは、まあすっごい分かりやすく言うとブログみたいなもんだね。たくさんの記事があって、検索するとそのたくさん記事が集まってるところにみんなたどり着きますよと。まあ大体皆さんも検索とかすると何でもいいんですけど、例えばね、美容とかで検索して美容方法とかダイエット手法とかで検索とかすると、大体こういったオンドメディアにたどり着くことが多い。なんかいろんな記事が載ってます、はいはいはい、じゃあなんでそういったじゃあ記事にたどり着くんですかっていうと、いい情報が載ってるから。いい情報で役立つ情報が載ってるから、はい、そのいい情報や役立つ情報は上位に表示させましょうっていうのが基本的に Google の考え方なんだ、うん、もちろんこれに対して細かいテクニックがあるけど、原則 Google のアルゴリズムっていうものは、はい、いいものは上位に持ってくるっていうやり方をやってる、うん、それが YouTube も同じなの。あ、なるほど。ってことは、はい、チャンネルが伸びなくても世の中の人たちが求めてなくても、うん、いい情報であれば検索でダイレクトに来るお客様が増えるという結論になる、うん、それが骨太チャンネルの肝っていうことですかね。そういうことだね、うん、じゃあいい情報とは一体何なのかというと、一つ目が権威性があるっていう情報ね、まあ、書いてる本人、まあ、YouTube で話す発信をしてること、他の X とか、まあ、Instagram とかだと誰がそれを発信してるのかという権威性があると、うん、お医者さんとかね、まあ、資料の方とかすでに肩書きがある人が発信をすると上に上がりやすいっていう傾向にあるね、はい、まあ、ただね、この動画を見てる方はいやいや僕権威性ないですよみたいな方多いと思うんで、その場合はどうしたらいいか。2番目、専門性がある。これなんですよ、専門性。他の誰も語っていない内容、専門的な内容を語ることができれば、それってかなり価値が高い。何々専門家って名乗るってことですかね。まあ、専門家って名乗るのが一番早いよね、うん、でもね、じゃあここで多分一つ疑問になると思うんですが、はいはい、小さなうどん屋さんでやっていて、で専門性って一体何なんだろう。オーソドックスなうどん作ってたらそうなるかもしれない。なるでしょ、はい、ここでのポイントがあって、うどんっていう一個のものがあった時に、うんうん、ほとんどの人たちが見るもの、はい、まあ考えるものっていうのは多分味だと思うのね、見た目と味、うん、はい、だけどもうどんの工程って実は気になったりするんだよ。確かにそうですね、知らないから。これをプロセスマーケティングっていうのね。はいはいはい、まあ、前もね、プロセスエコノミーとか透明性マーケティングってことで話をしたので、よかったら概要欄を見ていただきたいんですけど、簡単に言えば過程を見せていくっていうのが今世の中が求めてる要素の一つである。じゃあそのメニューってどうやってできたのと、まあ、例えばラーメン屋がいますと、ラーメンを作りました、豚骨ラーメン作ったんですと、普通にその店長がよしこれいいぞと思ってひらめいた、よしできましたとはならないでしょ、まあ、なるかもしれないけども、ひらめいたの後におそらくいろいろ試行錯誤したことがあるので、この試行錯誤したことって結構みんな気にならないって話だ。
なるほど。うちは他の一般的に使われている豚骨の出汁じゃなくて、特別なこの豚骨を使ってるんだって言われたら、やっぱ気になるわ。めちゃめちゃ気になりますね。うどんだったらば、うどんができるまでの過程、まあ実際うどんってね、まあ、今こそ明かすけども、俺はね高校の時うどん部っての入ってた。何すかうどん部って。いやうどん部ね、ちなみに自分の代1年で配分だったんだけどうどん部ってのはとにかく香川県にあるうどん、うん、美味しいうどん屋を全部リサーチしてそれを提出するとちゃんと顧問を満たない。おおすごい。でなってきた時にいろいろ気づいたんだけど、うどんってねその日その日の、うん、まあ例えば温度であったりとか、うん、湿気とかでこね方を変えると味も変わるの。へえ。ただ今業務工程とか変えて、まあ、全部ね機械でうどんをどんどん作ってたりするけど、本当に美味しいうどんっていうものは職人さんがその日の温度とかを考えながら、湿度を考えながら自分の手のね平の温度も考えて、うん、それでうどんをこねたりするわけ、うん、でもこういった情報が発信されてたらなんかめちゃくちゃ良かったりする。うん、確かにそれはめちゃめちゃ気になります。さらにもっと気になる話として、はい、じゃあそれお店とかの話で言うんだったらば、うん、そのお店ってどんな内装なのって普通に気になるの。あ、確かにそうですね。すっごい分かりやすい例で言うと食べログっていう、うん、要はレビューサイトがあるでしょ、うん、はい、食べログでみんなが一番気になるのはもちろん味も気になります。だけども店内の雰囲気なの。どんなメニューがあるか、うん、こういった店内の雰囲気とかメニューって実際行かないとわからなかったりするじゃん。うん、確かに。商品サービスを実際買わないとわからないものであったりとか、実際にそれを手にしてみないとわからないものっていうのは実は価値があると。だ営業マンなんかが営業の資料とかを作って一生懸命その商品の良さとかビフォーアフターとか一生懸命説明するわけじゃん。はい。その営業資料も世の中にとっては価値があるって考え方。うん、これが骨太チャンネルの基本だ、うん、なるほど。だから営業資料ってあんまり世の中出さないでしょ、はいはい、でもそれを求めてる層がいるのよ、うんうん、確かに。 YouTube ってのは日本全国リーチができるのであって、うん、世の中に公開されてないものを動画にする、これだけで実は価値があるってこと知らない、うん、もっと言い方変えるとこの骨太チャンネルの鍵っていうのはこの1本の動画を1つのセミナーのようにもしくは営業資料のように説明をしましょう、あなたの商品サービスをって話だ。じゃあホイミン君に質問するけど、はい、なんかそういったさ、はい、なんか説明会とか、はい、セミナーとか、うんうん、もしくは営業とかって受けたことある？あります。やっぱり説明をされるじゃん、はいはいはい。まあ、買うか買わないは別として、うんうん、なんか心動かされたりしない？めちゃめちゃ、はい、動かされます、まあ、最後ね買うかどうか分かんないけども、はいはい、あなんかちょっと欲しくなりましたみたいな。そうですね、上手い人だったら特にあこれ欲しいなっていうのは最後心動きますね。それを動画にしたらいいんじゃない？ほうというのが概念なんだよ。ほうほうほう。大きなポイントとして決してバズらなくてもお客さんを呼ぶだけだったらば非常にシンプル、うん、専門的な人の話は聞きたい、世の中に出ていない人の話は聞きたいというのが今の動画文化になってるよね、うん、ここでまた出てくるのがでもね僕知識ないんですよみたいなね、私知識ありません、専門的な内容なんて喋れないんですよってなってきたらどうするのか。答えはリサーチしろなの。リサーチですね。言い方を変えると今世の中に情報ってたくさん落ちてるでしょ、はいはい、めちゃくちゃ情報落ちてます、うん、その落ちてる情報とか、まあ、いわゆるブログもそうだし、まあ、チャット GPT もそうじゃん、はい、いろんなところで文字文化として落ちてますよね。文字文化になっているものを動画にするだけでみんな聞きたいと思う。よく YouTube のネタないよっていう方いるんだけども、はい、YouTube のネタがないよではなくてそれってもう世の中で落ちてるような文字文化をただ動画に直すだけでもコンテンツになったりするわけ、うん、なのでこの骨太チャンネルを作るときっていうのはパターンとしては一つ目が世の中に落ちている文字文化の情報、まあ、ブログとか音読メディアとかニュースサイトとかの文字の情報を拾ってそれを分かりやすく動画にしていく、これだけでもコンテンツになるし、2つ目はさっき言ったみたいな自分の商品サービスとかの営業資料、うんうん、これもコンテンツになるし、3つ目は自分自身の今やってる商品サービスがどうやって生まれたのか、その過程とかを見せていく、これもコンテンツになるという、うん、結構やろうと思ったらできるネタいっぱいある、しかもバズらなくていい、うん、なんかやり方いっぱいありそうですね。だって自分たちの商品サービスただ説明するだけですよ皆さん、はい、今やってることそれをただ説明するだけだと難しくないですよね、うんうんうん、それを動画で出すっていうだけなんですよ。で、勘違いしてるのがバズらせるっていうんだったら再生数が必要になるね、たくさん再生して登録者数が必要になるんだけども、はい、骨太チャンネルの場合は一般的なメガチャンネルと大きな違いがある、うん、それは何かというと閲覧者数イコール営業された数って考え方なんだ。
要は検索で来るわけだから、はい、例えばこの YouTube チャンネルとかだと、うん、やっぱ皆さんですね、まあ、動画を見て、うん、おそらく YouTube のトップページとか関連動画から見てくれると思うんですね。そういう方が 80% 以上だと思います。これはもう YouTube の統計上出てるんですよ。 80% 以上が YouTube のおすすめに出てきた、うん、関連動画で出てきた、まあ見たら形になるんですが、うん、検索の場合はそもそも目的があって言ってるわけです、はい、そうですね。リスキリング方法とか、はい、DX 仕組み化であったりとか、うんうん、香川県丸亀市美味しいうどん屋みたいな形で検索ワードでダイレクトに求めてる人が来るわけと。そもそも気になってる人がその YouTube チャンネルを見るっていうこと。そういうこと。だから来た段階で興味を持っているっていうのがポイントで、って、はい、なると動画を開くっていうのはイコールもう一人一人営業をかけてるのと同じことだ。100再生しかないけど30人お客様が来るってこともありえるのよ。それはすごい。登録者数は伸びません、再生数も伸びません、でもお客さんは来る。だからみんなスタートしたら楽ちんなの。今回はこの骨太チャンネルの作り方、具体的に検索キーワードで来るやり方をマジでですね詳しく説明をしていきたいと思います。じゃあどうやったらいいのか、リサーチの仕方であったりとか、コンセプトの決め方、チャンネル名の決め方も全部ね、具体的な対策ツールなんかも皆さんにシェアしていきますので、早速教えていくんですけど、ここだけを特化したまさに検索魔人、 SEO 魔人、なんだったら骨太チャンネルの王様と言われるような男がいるのね。それがですね、私がまあよく話をしてますけども、コロスケくんと私が呼んでる男がいるんですよ、はい、コロスケくんってね、まあ俺が名前あだ名つけただけなんだけども、結構 YouTube のことをね、まあ、ずーっとやっていて、検索とかも今言ったこの骨太チャンネルの作り方なんかも、もう 3,4 年ぐらいずっと研究してるやつです。このピンポイントの集客においては、はい、もうプロ中のプロ。右に出る者はいない。もう右に出る者はいないね。もう言ってしまうとキングダムで言うと王騎将軍みたいなやつなんで、ちょっと今からね呼んでみたいと思います。はい、ということで早速やってきてもらいました。ちなみに王騎将軍はあの最後死にますけど、で王騎将軍じゃないです。あ、違う、まあ、顔は似てると言われますけど、はい、似てるかな、似てると言われます、はい、まあそんなねじゃれ合いはいいとして、はい、早速簡単にちょっと自己紹介してもらっていいですか。はい、ありがとうございます。龍先生からもコロスケで呼ばれております。本名はですね箱崎蓮と申します。はい、今はですねステージオンという会社、 YouTube の動画マーケティングの会社の中で飾るお客さんをサポートさせていただいておりまして、主にまあ集客目的で YouTube を活用されたい方に対して運用代行であったりコンサルティングをさせていただいているんですけども、めちゃくちゃ集客できるのと、今日ちょっと龍先生のお願いからちょっと喋ろうと思うんですけど、今から話すちょっと SEO の内容はめちゃくちゃほんまに裏側でやってる、マジで公開したことないような内容になってるので、ちょっと出していいかなと思いつつ、まあ龍先生にちょっと今回依頼いただいたので、はい、今回ちょっと SEO の本当に裏技みたいなもんですね。はい、具体的なちょっと操作方法まで皆さんにちょっとお伝えしようと思ってますので。ちなみにこれ動画で出してこのチャンネルバンされたりしない？大丈夫？いや大丈夫だと思います。うまーってやって、はいはい、ちなみに SEO 対策っていう言葉わからない方のために一応補足させてもらうと、検索エンジン対策なんですね、はい、まあ、昔は Google とか Yahoo とかで上位表示をさせていくってやり方だったんですけども、最近は YouTube の動画 SEO って形で YouTube 内の検索っていうのも上位に上がりやすい、かつ Google とか Yahoo からも検索したら引っ張ってこれるから、まあ、YouTube でも上位表示、 Google とかで検索してもチャンネルが出てくると。はい、おっしゃる通りです。なんでもう特になんかどっか特定の箇所に、先ほど龍先生も言っていただいたみたいに店舗をやってる人とか、うん、何かこうニッチな情報も配信したい、自分がやってるちょっと自信ない商品だったとしてもこの方法を使えばマジで集客うまくいっちゃうので、うん、はい、ちょっと使用注意ではあるんですけど、うん、おー素晴らしい、はい、じゃあ早速ですね、まあ、最近こういう、ね、対談はねもう私よりもリスナー代表のホイミン君がね、はい、代わりに聞いてくれるので、じゃあ呼びましょうか、はい、ホイミン。相変わらず狭いなと思うけど、じゃあ早速やっていきましょう。はい、本人くんよろしくお願いします。お願いします、はい、まずですね、僕からお話しするのはこの後 SEO っていうものの具体的な設定方法であったりだとか、うん、操作方法っていうのは皆さんにお伝えしていくんですけども、はい、まずはチャンネルを作るにあたってのコンセプトであったりだとか、はい、チャンネル名っていうものはどういうものにすればいいのっていうところを解決するための方法をお話します。ほう、はい、その後にですね、実際にじゃあ先ほど龍先生も言っていたキーワード
SEO っていうところがすごく重要になってくるので、キーワードのリサーチ方法であったりだとか、どういったものを設定すればいいのっていうところも合わせてお伝えしていきます。その後に具体的な SEO の設定であったりだとか、やり方っていうところを皆さんにお伝えしていきますので、1から10まで教えてくださる動画になるってことですね。はい、もう実際に、僕らの会社でクライアントさんをサポートさせていただくときにも使っているものになるので、ぶっちゃけ多分これできれば YouTube 代行っていう職業も始めれちゃうんじゃないかなっていうぐらい情報をお伝えしていこうと思います。無料級じゃないですか。そうですね、講演会とかでしかちょっとあんま話さないような内容だったので、はい、僕もちょっと劉先生ほどやっぱり喋りは上手くないので喋りネタになりますが、はい、有益な情報は皆さんに伝えていこうと思います。じゃあ早速ですね、コンセプトであったりだとか、チャンネル名の設定っていうところで言うと、まず劉先生が、この動画の前に公開している YouTube の完全版の動画でですね、コンセプトの設定とかっていうところもお伝えいただいているかと思うんですけども、それ自体はですね、メガチャンネル、それこそまあ大きなチャンネルを作っていくための準備の段階で話している内容とかも少し重なるところもありますが、はい、ちょっと僕流で話すところもあるので、劉先生の内容と少しやり方違ったりとか、今回は骨太っていうことなので、骨太の場合どういう考え方でやるかっていうところをお伝えしていきます。はい、ではですね、一番最初に劉先生が YouTube の完全版の時にもお話しされているビドマイQという無料で使えるツールを使って、自分が攻めいる市場のジャンル、市場のですね、自分がそのジャンルの中でどういうところに特化していくのか、どういうキーワードを使うのかっていうのをこのツールを使って調べていきます。なのでこれをやっていただければ、自分が YouTube で有益なポジションを取るっていうことができるので、皆さんやり方ぜひ覚えてください。ビドマイQっていうツールは Google Chrome というですね、このブラウザソフト、今ここの画面に表示しているのも Google Chrome というものを使っての表示になるんですけど、 Google Chrome の拡張機能というものになります。はい、なので単純にですね、 Google でビドマイQって検索していただくと、ビドマイQのアプリっていうのがインストールできるようになりますので、まずはそのビドマイQをインストールしてください。はい、でインストールした状態でまずは YouTube の画面に来ていただきます。はい、リュウ先生ともしかしたらお話が被るかもしれないんですけど、例えば自分自身がですね、コーチングっていう事業をやってます。コーチングの専門家だったそうです。コーチングの専門家ですっていう風になった場合は、じゃあコーチングっていうワードでどれぐらいこう YouTube で伸ばしていけるだろうっていうリサーチの時にコーチングって入れると、この右側にですね、ビドマイQを入れてるとビドマイQの画面が出てきます。はい、なんかすごくややこしい数値とか出てきてるんですけども、一番見ていただきたいのが少し下に行った時のここですね、アベレージビューズ、AV ビューズっていうところがあるんですけど、アベレージビューズっていうのはコーチングっていうタイトルを含んで動画がどれぐらい平均で回っているか、 YouTube の市場の中で、はい、なんでコーチングっていうワードを含んだ動画は平均で 76,199 回、ここに表示されている数字の回数回っているということになるんですけども、これまあそれって多いの少ないのっていう話だと思うんですが、これ劉先生も YouTube 完全版の動画で言っていると思うんですけども、ここの数字っていうのが20万以下になるとそこの市場で参入していく、伸ばしていくっていうのは難しい、メガチャンネルを作るっていうのは難しいっていう捉え方になるので、リュウ先生の場合、例えばこのコーチングっていうワードを心理学っていうワードに切り替えることで、このアベレージビューズ、いえば市場を変えてメガチャンネルを作っていくことができるよね、規模感を上げることができるよねっていうのをお伝えされているかと思います。今回僕がお伝えする骨太チャンネルは、このアベレージビューズ、いえば市場が小さなものであったりだとか、コーチングって聞くとなんか知ってる人もいれば知らない人もいるんで、まあ簡単に言えばニッチな市場でも攻めていける方法になっていたりします。この場合今コーチングを例に話したんですけど、この動画を見ていただいている方は劉先生もおっしゃったように、香川のうどんの話とかがあったと思うんですけど、今この画面で香川県のうどんといえばさぬきうどんなので、香川さぬきうどんっていう風に検索をかけます。はい、するとですね、アベレージビューズ確認してみると168,904になります。はい、20万以下ってことですかね。その通りですね。じゃあ20万以下だから、香川のさぬきうどん、店舗出したとしても YouTube 使えないんじゃないかっていうところになると思うんですけども、実際ですね、アベレージビューズ20万以上なくても骨太を作る場合は大丈夫です。はい、これなぜなら、メガチャンネルを作るっていう場合は、YouTube 上のリスナーにおすすめ表示で届いた時にちゃんと見てもらえるようにとかっていうところのいろんな思惑があるんですけども、そもそも骨太チャンネルを作る時には、先ほどもお話にあった検索
から視聴者っていうのを流入させるっていうところが目的ではあるので、検索する人がいるっていうことはその人が顧客になる可能性はあるっていうところです。はいはいはい、はい、そこをニッチな層だったとしても、うん、地方の店舗だったとしても、うん、そこに来た人たちが YouTube 上で検索した時だけじゃなくて、うん、Google であったり Yahoo とかで検索した時に上位に動画が表示されて、うん、この動画を見て店舗に来ていただけるっていう動線が確保すること可能だったりするので、まずはここの数字っていうのは骨太チャンネルの場合は大丈夫です、うん、はい。なので前回のですね、ゆう先生の YouTube 完全版でどうしてもちょっと僕が自分がやってる事業っていうところがアベレージビュー数が20万以上いかないんだよねっていう人に関しては、この骨太 YouTube めちゃくちゃ有効活用できます。なんでまずは自分がじゃあ参入するにあたって YouTube を始めるにあたってどんなキーワードがあるのかっていうのを洗い出すのがまず重要です。はい、じゃあキーワードを洗い出してもらったらですね、はいはい、まずはそのキーワードが大枠を占めてるものなのか、うん、具体性があるものなのか、はいはい、例えばですねマーケティングっていうものも、はい、もちろんこうブランディングをするとか、うん、いろんな要素があると思うんですけど、マーケティングの中でもこう集客を目的にしたりだとか、はい、商品をこう組み替えてみるとかっていういろんな要素を含む言葉だったと思うんですよね、うんうんうん、はい、ってことはマーケティングってすごく抽象度が高い言葉になってます。はい、なんでこの抽象度が高ければ高いほど、うん、言えば YouTube でパイは取れるんですけど、うん、これを具体化していけばいくほど YouTube からはパイは取れなくなってくる、言えばニッチになってくるっていうふうに理解してください。マーケティングっていう大きな丸がある中の集客だったりとか、こう販売だったりとか促進だったりとか、小さい丸があっていって、この丸がニッチな層になってくるってことですかね。おっしゃる通りです。はい、今ですね画面に出しているのがじゃあマーケティングっていうのが包括的な抽象的な言葉なんだとしたら、どういう言葉が具体的な言葉になってくるか、例えばマーケティングの中でも集客っていうところを抑えるとしたら、集客の中でもいろいろあります。広告であったりとか PR とかもあると思うんですけど、例えば SNS 集客の中でもさらに集客に特化する、じゃあ SNS 集客に僕はニッチに特化しますっていうのもありですし、じゃあ SNS 集客って言ったとしてもインスタグラムを使ったもの、 YouTube を使ったもの、 TikTok を使ったものとかっていうので、こう枝分かれしていくイメージですね。はいはいはい、はい、そういった先でどんどん具体性を高めていけばいくほど、いわば顧客っていうのは少なくなるっていう点はもちろんあるんですけども、こういったキーワードをずらーっと出していった中で、自分がどの領域だったら自分がこう話せるのか、かつどこに強みがあるのかっていうのをまず探していってください。はい、はい、なのでまずはですね、自分の業種に関連するキーワードの洗い出しっていうのがすごく重要になってきます。はい、でこの洗い出しをしていければ次にですね、自分がじゃあそのキーワードを使った時に競合がどこにいるのか、例えば香川のさぬきうどんっていうのをさっき検索させてもらったと思うんですけど、はい、香川のさぬきうどんに特化してチャンネルを作っている人がいるかどうかっていうのを YouTube 上の中からずっと探していきます。逆に言ったら香川でさぬきうどんに特化したチャンネルを作っていなければそこのポジションを取る、参入することができたりもしますし、じゃあ香川のさぬきうどんの動画はすでに専門として上げてるチャンネルがあるってなるんであれば、香川のさぬきうどんを作るレシピを紹介しているチャンネルがなければそのポジションにも参入ができる、うんうんうん、っていうところになります。はい、なのでこれはですね、実際どこまで自分が絞り込むかどうかっていうところはキーワードを洗い出して、でその後にポジションを獲得できるかどうかを探していくっていう手順が必要になる、うん、そのできるだけやってないたような人がいるけど、でもその人がやってないジャンルを探していく方がいいっていうことですか。おっしゃる通りですね、うん、はい、っていうところのリサーチも、うん、まあ十分にやっていただきたいんですけど、うん、今回はですね SEO、うん、検索から入ってくるっていう方が重要だったりはするので、正直ここはニッチすぎたとしても、うん、他の人がこの SEO を設定してなかったら、うん、SEO で上の方に上がってこれたりするので、うん、あんまりここ重要っていうよりかは、自身が何に集客をしたいのかとか、特に店舗やってる人とかはすごくやりやすいと思うんですけど、香川県にもうどん屋はあるし、東京にもうどん屋はあります。はい、なので東京のうどん屋さんがあったとしても、香川県のうどん屋さんで検索ワードに引っ掛けて動画を出してる人とかっていうのがいなかったら、すごく参入しやすいです。はいはいはい、なのですごく市場は大きいです、骨太のチャンネルの場合は。はい、ただニッチなところに対して自分の専門性や権威性っていうところをちゃんと出せるかどうかっていうところをまずは重要視してください。
じゃあ今回はホイミン君がですね、はい、香川県でうどん屋さんを始めるっていう体でちょっとお話を進めていこうと思います、はいはい、ホイミンうどん店、はい、そうですね、はいはい、まずはチャンネルを開設するあのアカウントの操作方法とかはあの Google で調べれば出てくるので、はい、そちらを見てもらえればなと思うんですけど、うん、じゃあチャンネルを開設した時に次詰まるのが、はい、チャンネル名ってどうすればいいのっていう、うんはい、ところだとは思います。はい、まずはですね、はい、チャンネル名に含めていただきたい点っていうのが4つあります。ここ適当じゃダメなんですか？ここはダメです。なんか自分が好きなチャンネル名とかつけたいなと思うんですけど、はい、はい、それはダメです。おお、ホイミンチャンネルダメなんですか？ダメです、はい、このですねチャンネル名っていうのは YouTube の動画 SEO で表示された時の動画に合わせてチャンネル名として表示されたりはするので、その動画を見るに値するきっかけになるようなチャンネル名でないといけないです、うん、はい、でそのきっかけを作るために今から言う4つが必要になってくるんですけども、はい、まずは1個は強み、強み、強みですね。例えばホイミン君がやるうどん屋さんのコシだったりだとか、うんうんうん、だしだったりだとか、はい、はい、なんかいろいろ強みが出てくるとは思うんですけど、そういった強みっていうのをまずは含むようにしてください。例えばうどんだけじゃなくて、例えばホイミン君が手相ができます、うんうんうん、手相占いができるってなれば手相をかけるうどんになってくるんで、はいはいはい、手相うどん屋とかでもいいわけなんで、はい、自分の強みっていうのをどう織り交ぜれるかどうか、はいはい、うどんの中で特化しても大丈夫ですし、はいはい、そういった内容を入れるようにしてください、うんうん、はい、強みっていうのが少しちょっと難しい場合は他の要素を、はい、多めにふんだんに。2個目はですねターゲットキーワードっていうところですね。ターゲットキーワードって何ですか？はい、ターゲットキーワードはですね、はい、うん、実際にうどんの紹介をしているのに、はいはいはい、うどんっていうのがチャンネル名に入ってなければ、うん、結局何のチャンネルかわからない。確かに、ホイミンチャンネルって言われても、うん、ホイミンってまず何かわからないし、うんうん、チャンネルっていうのはわかるけど、これは何に特化したものなのか、うんうんうん、うどんなのかどうかっていうところもわからないので、はい、例えばそれが麺類なのか、はいはいはい、麺類を紹介しているチャンネルなのか、うどんに特化しているのか、うん、香川のうどんに特化しているのか、うんうん、とかっていうところのターゲットの人が見て訴求に刺さりやすいキーワードっていうのをちゃんと入れてください。はい、次3つ目は専門性や権威性が含まれるチャンネル名を設定してください、うんうんうん、はい、この専門性や権威性ってなんとなくイメージできるかもしれないんですけど、うん、例えばですね何々社長とかっていう風に入れてたりするケースもあると思うんですけど、はい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 、社長っていうワードも会社の社長なんだ、はい、経営者なんだっていうのが権威性につながるっていうところもあったりとか、うんはいはい、あとはですね博士とか、うん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 、マニアはいはいはい、とかもこのチャンネル名だったら、はい、すごくその分野に対して詳しそうだなとか、うんうん、すごい専門的だなっていうのがイメージできるようなこの専門性っていうのをたどったワードをつけていただければと思います、うんうん、他にも先生とかもあります、ね、なんか結構探せばいろいろありそうですね。ありと思います、はい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 、まあそういったのを、探して主人が出したキーワードにくっつけてみてどうなるかっていうところを検証してみてください。あと4つ目は語呂ですね、はい、キャッチーさはいです、はい、今言ったですね先生も社長もマニアも博士も、はいうんうんはい、ほとんど使いやすいとは思うんですけど、はいはいはい、実際にじゃあうどん博士がいいのか、はいはい、うどん社長がいいのかといったら、うんうん、うどん社長ってなんかよく分からへんな。確かにそうですね、うどんチェーン店の社長なのかなとか、はい、なんかぼやーってしてますね。そうです、やったらうどんマニアの方がいいんじゃないかとか、うん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 、うどんに対してめちゃくちゃ研究してきました、うんうんうん、うどん博士とかの方が響き良かったりだとか、はい、受け入れられやすいんじゃないかっていうところがすごい重要になります、うんうんはい、ここですねご自身で考えるとすごくそれ分かりにくくなってくる可能性あると思うので、うんうん、ぜひですねつけたネームは他の人に言ってどういう風な方がイメージしやすいかというのを見たくなるのかっていうところは、うんうんうん、実際に自分の周りの人であったりだとかリストを持っている方はそういう層や、うんうん、アンケートで聞いてみるのもありだと思います。うんはい、なので今言った4点をチャンネル名に含めていくっていうことを意識しながら一度チャンネル名っていうのを設定してチャンネルを解説してみてください、うん、さっきチャンネル名のことを教えていただいて、はい、見ている人が一発で分かってそれでその人が何をやってるのか何を専門としているのかどういうこう詳しい人なのかっていうのが分かるチャンネル名にした方がいいっていうことがすごく分かったんですけれども、はい、いざ動画を撮るってなった時にどうやってこう作っていけばいいのかっていうのが分からないんですけれども、その辺ってどうやってやっていったらいいんですか？はい、ありがとうございます。じゃあ実際チャンネルができましたってなれば、はいうん、次やらないといけないのは動画を撮るっていうことになってくると思うんですけど、はいはいはい、まずは動画を撮る前にですね、うんうんはい、今回せっかく骨太っていうので検索から集客を図ろう、うんうん、Google や、Yahoo の検索で検索された人から集客を図ろうっていうところだと思いますので、
はい、まずはそのキーワードのリサーチをします、うん、キーワードのリサーチ、はい、簡単に言うと、はい、本人君の具体例で言うと、はい、じゃあ香川でうどん屋さんを始めますってなれば、うん、香川とかうどんっていうキーワードに合わせて、うん、ユーザー、要は検索する側の人たち、はいはい、嗅覚の対象になる人たちは、うん、どういったワードで検索することが多いのかっていうところを調べていきます。お、はい、具体的にですね、まず調べる方法は、うん、もちろんまず1個すごく簡単なところで言うと、うん、YouTube のこの検索欄ですね、はい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 、この検索欄に今出てるこの香川とうどんっていうところをキーワードにすると、香川うどんの後に出てくるこの検索候補、はい、こういうのをサジェストって言われてたりしますが、はい、このサジェストを見るとですね、香川うどんの後に来るのが香川うどん巡りとか、香川うどんおすすめ、香川うどんランキング、原田うどんセルフとかいろいろ出てきます、はい、ってことはサジェストって YouTube 側が他にもこういうふうに検索してますよっていうのを上位表示しているようなものになります、はい、じゃあこの香川うどんと合わせて巡ろうと思ってる人だったり、おすすめを探してる人っていうのが検索候補で、なのでまずこのサジェストに何が出てくるかなっていうのも見てみてください、はい、でこのサジェストに出てきたキーワードを使ってさらに数値的な分析をする場合は、人と同じようにそのワードで検索した時のビド IQ の数値的な評価っていうところを見ていくのも一つ重要です。はい、ただですね、今ここにあるのって、はい、このサジェストの機能ってもちろん Google や Yahoo でもサジェストっていうのが出てくるので、はいはいはい、同じようにはできるんですけど、うん、もっと効率よくかつ数値化されたものを見れるツールがあります、うん、はい、そうなのか。結構これも有名なツールにはなるんですけど、もし初めての人がいたら、うん、ぜひ使ってみていただきたいのがラッコキーワードっていうサイトです。ほぼホイミ君このサイト知ってますか？初めて聞きました。じゃあ一度ちょっと表示してみますね、はい、こちらに出したのがラッコキーワードです。これ無料で使えるキーワードリサーチツールになります。はい、SEO とかに携わってる方は当たり前に使ってる人が多いツールかもしれないんですけど、このツール何ができるかっていうと、さっき言ったサジェストであったりだとか、どういうワードを組み合わせて検索してるケースが多いかっていうのが調べれます。例えばですね、今回出てきている香川うどんに続いてどんなワードが Google でやったりだとか他のところでも検索されているのかっていうところを調べるために、まずは Google からこのラッキーワードで数値化されたものを調べていきましょう。香川うどんで検索した場合はこのような形で出てきます。はい、先ほどですね YouTube で見たのと同じように香川うどんランキングとか、うん、うどん巡りとかっていうのも出てきてるんで、基本的に香川に行く人であったり香川うどんで気になる人はランキングとかで調べてたりするので、香川に行った時にできるだけ美味しいうどん屋さんを探してたりするんだろうなとか、香川うどんお土産とかもありますね、お土産どういう風に買って何買ったらいいのかなとか、はい、基本的に観光客の人がなんか調べてんのかなとかっていう予想がつきますよね、うん、ここでどんな複合ワードっていうのがこのプラスしてどんなワードを入れて検索しているのかなっていうのをまず見ていってください、うん、はい、こういったところで自分が参入する業界ジャンルに関してどういったものが気になって悩みになって検索をしているのかなっていうのをこういったツールを使って分析をしていきます、うん、はいはいはい、はい、ちょっとコロスケ先生、はい、聞いてもいいですか？大丈夫です。今香川うどんで、はい、僕のために検索してくださってると思うんですけども、はい、でも視聴者の方で一般のお客様に向けてじゃなくって、はい、こう会社に企業に向けて作ってる例えばネジ工場だったりとかってあったりすると思うんですよ、はい、でそういう人たちが YouTube やりたいってなった時に検索キーワードってどういうのを考えたらいいのかなっていうのが疑問に思ったんですけれども。 OK です、はい、ありがとうございます。この段階でですね、はい、一番重要なのが、うん、その商品であったりだとか、うん、そのご自身が持っている商品を、はい、どんな人がどんなワードで検索するかっていうことがすごく重要です、うんうん、はい、なので例えばネジの工場をやってます、うんうん、でそれが静岡県にありますとかっていうふうになれば、静岡のネジ工場を探している人とかっているのかな、はいはいはい、やったら静岡ネジ工場とかで調べた時に、うん、そんなに数値が出てこなかった、うんうん、はい、逆に言ったら数値が出てこないって求めてる人がいないっていうことになるので、うん、静岡にあるネジの工場を探してるんじゃなくて、うん、このネジっていうのも何に使うネジなのか、うんうん、どんなネジっていうのを探しているのかなとかっていうのを検索する人の悩みであったりだとか、うん、解決したいものを想像しながら検索ワードであったりだとかキーワードっていうのを洗い出していきます、はい、これがどういう内容で検索されてるのかっていうと、ここにネジって打つと多分 2C、うん、
いえば人数が多い人たちがどういうふうな検索をしているのかってなってくるので、もしかしたら家具関連とかが多いのかなと思うんですけど、それが 2B 相手に検索ワードに引っ掛けるようにしたいってなれば、実際に検索する側の企業っていうのがどういうワードで検索するのかっていうのをキーワードを洗い出しながら調べてみてください。そしたら 2C でも 2B でも使う人だったりとか探してる人がどういうキーワードで検索するのかなっていうのを想像するのが一番大事ってことですか？一番大事です。はい、この後もですね、このキーワードの設定の時にすごく重要な部分っていうところをお話していくんですけど、今言ってもらったポイントがすごく重要なので、ここでじゃあホイミン君にクイズです。はい、はい、例えば、はい、もう一度ちょっと香川のうどんに分かりやすく話を戻させてもらうんですけども、はい、今このキーワードがいいか悪いかっていうのを判断してみてください。ほう、まずはですね、一番最初、ホイミン君のじゃあ、うどん屋のお名前は何ですか？ホイミンうどん店。あ、OK です、ありがとうございます。はい、じゃあこれから設定するキーワードの中に、ホイミンうどん店、スペース、香川っていうキーワードは正解だと思いますか？さっき教えていただいたキーワードの検索の仕方とか見ると、ホイミンってうどんつながりがないから不正解なんじゃないかなと思います。おっしゃる通りですね。はい、今回はホイミンうどん店っていう店名だからそうだと思うんですけど、この検索キーワードを設定するときに絶対にやっていただきたくないことが、固有名詞って言われるような、例えばご自身の会社名であったりだとか、サービス名、もしくは店舗名とかっていうところは入れないようにしてください。はい、そもそも検索する人がその店名であったりそのサービス名をもし知ってるのであれば、もはや見つけるっていう行為に YouTube を使う必要はないので、確かに、はい、なのでどういった悩みで検索してくれるかっていうふうに考えると、ホイミンうどん店っていうのは間違いないです。はい、じゃあ続いてホイミン君がじゃあうどん屋さんを経営してるんで、はい、ここに集客したいっていう想定で、うどん香川作り方っていうキーワードの設定は合ってますか？これそうですね、なんかちょっと難しいなと思うんですけど、お客さんが作り方知りたいかっていうとそうでもなさそうな気がするんで、×なんじゃないかなと。おっしゃる通りです。お、やった。はい、まずはですね、さっきこうやって調べていった結果からもそうなんですけど、レシピを作りたいとか、レシピ通りに何か自宅で作りたいっていう人の悩みを解決してあげるのも一つ見られる動画にはなるかもしれないんですけど、集客目的でかつ SEO に特化してチャンネルを作っていこうっていう場合は、ご自身の作り方を教えても検索で出てきた時に役に立ったなっていうので、まあ遠く回れば集客につながるかもしれないんですけど、今回の目的とは沿わないんで、作り方っていうのは含めないように考えていきましょう。もうそういうのも考えるのめんどくさいから、うどんっていうキーワードで動画を撮ろうっていうのは正解だと思いますか？すごいシンプルなキーワードになりましたけど、はい、え、うどん、え、これまあ間違いじゃなさそうな気がするんですけど、はい、丸じゃないですか？これはですね、はい、バツです。お、はい、バツなんです。うどんっていうキーワードだけで SEO 対策、この骨太の動画を撮ろうっていうのも一つ、まあ、考えられるかもしれないんですけど、うどんっていうキーワードってすごく包括的で抽象的、かつ大きなパイを取るようなうどんになるので、さっき言ったレシピであったり作り方で動画を出しているところと戦わないといけない。はい、なのでうどんっていうふうに Google で検索したときに、うどんがめちゃくちゃ上の方に出てくるっていうところと、他の動画と戦うっていうところは少し厳しいところがあるので、あえてなるべく特化型にしていくために、必ず含むキーワードは3語以上にしてください。なので今ですね、ずっとうどん香川うどんとかではこの2語でやってますが、これもすごくパイがまだまだ大きくなってしまうので、必ず3語以上、はい、はい、それがおすすめなのか、ランキングなのかとかでも大丈夫なので、必ず3語以上含めてください。はい、でかつですね、今店舗としてのお話をしてて、ずっと香川香川って言ってるんですけど、ぜひ店舗をやってる方で YouTube で集客を行いたいっていう方は、この地方名っていうのを入れてもらうだけでも検索かなり絞ることが、はい、できるので、地方名は必ず入れていただくのがいいと思います。はい、店舗じゃないよ、さっき言った工場やってるよとか 2B 向けにとかっていう人の 2B2C とか、他の店舗以外の業種の方の場合も3語以上設定していただくことをお勧めします。はい、では、キーワードを設定しました、3語以上のキーワード設定しましたって、はい、なれば、次にやらないといけないのが、じゃあ動画の撮影。いよいよですね。いよいよです。はい、動画の撮影の時にも、はい、この SEO、骨太っていうところを抑えて動画を撮影していただくためにも、一つ抑えていただきたいところがあります。はい。はい、
じゃあこれ今回もこのまま香川うどん屋をやるホイミン君の手で進めるんですけども、まず、はい、動画を撮り始めて1分以内に設定したキーワードを3回以上言ってください。え、どういうことですか？これ具体的にですね、ホイミン君のじゃあ例でやっていきましょうとなれば、はい、じゃあホイミン君も3語設定して香川うどん巡りっていうワードを3語設定しましたっていうふうになれば、その香川うどん巡りっていうこの言葉を3回以上オープニングから1分以内なので冒頭に文言として含めてください。はい、これはですね、はい、YouTube の中にも、まあ、賛否両論あったりはするんですけど、はい、VSEOと言ってですね、実際に演者さんが発している言葉であったりだとか、そういったものも音声認識していると言われています。はい、なので自分が発している言葉も SEO の対策に含まれるっていう可能性があるので、はい、まずはこの言葉を含めていただくのが重要です。ただですね、はい、ここでホイミン君がちょっとやっちゃうんかなと思うのが、はい、じゃあ冒頭に3語含めればいいんだっていうので、はいはい、動画が始まった瞬間に香川うどん巡り、香川うどん巡り、香川うどん巡りっていうのはなしです。それやろうと思ってました。これはなしです。はい、はい、なので自然にですね、紹介する冒頭の自分が発するトークの中に混ぜ込むっていうイメージです。一回やってみますか。はいはい、こんにちは、ホイミンです。今日は香川でこう皆さんが多分気になっているであろううどん巡りとかっていうのを紹介していこうと思うんですけど、やっぱ皆さん香川のうどん巡りって気になりませんか？僕実際旅行行くとその現地のものを食べたいなと思うんで、しかもいっぱい食べたいなと思うんで、今日は香川のおすすめのうどんを皆さんに巡っていただこうかなと思います。はい、ありがとうございます。頑張れホイミン。めっちゃつなぎ言葉がぐちゃぐちゃだった気がしますけど。大丈夫です。イメージってこんな感じですかね。はい、そんなイメージで、はい、冒頭ご自身が今回の動画はこういうことを話していきますよ、こういうお悩みを持った人に対しては今回こういう情報を伝えるので、こんな風に解決ができます、っていう風に文章を作っていくときに今の文言っていうのを自然に文章の中に含めてください。はい、冒頭に文言を含んでいただければ、その後はご自身のお店の魅力であったりだとか、実際にうどんが美味しそうに見えるシーンっていうところを含めていって、もうがっつりお店の PR をしていただいて大丈夫です。はい、なので冒頭にこのワードだけ入れるっていうところは忘れずに動画を撮ってください。もうこの辺はあれですね、台本とか作ってた方が分かりやすかったりするんですかね。あ、おっしゃる通りですね、はい、なのでこの SEO を僕らもサポートさせてもらう時に関しては、基本的に冒頭のこの導入の部分だけ台本作らせてもらったりとかっていう風にしてます。今ですね、ちょっと僕からお伝えさせていただいたみたいに、この動画を撮る時も少しでもこのキーワードを含めるっていうことがすごい重要で、はい、では SEO 対策、今からですね、いよいよ設定方法であったりだとか、はい、その撮った動画をどういうふうに YouTube に上げると SEO が上がるのかっていう裏技をちょっと話していくんですけども、まずはですね、第一の考え方として、今動画を撮る時にもこのワードを含めてくださいねって言ったみたいに、YouTube 側にそのキーワードに準じた、やっぱそのキーワードを含んだ動画であるっていうことをひたすら認識させる作業になるんですよね。YouTube に認識させると忘れる通りです、はい、なのでさっきこの動画の冒頭でも音声認識機能があったりとするので、その認識をしてもらった上で YouTube が、あ、この動画って香川でかつうどんで、うどんを巡りたい人、巡りっていうワードを多く使ってるな、だったらその人に対象になる動画なんじゃないかっていうところを YouTube に理解してもらうために、その文字としてのデータをできるだけ動画やサムネイルなどのファイル情報に入れ込むっていうところが肝になってます。ほうほう、はい、なのでじゃあどういうところにそういったものを入れていけばいいのかっていうのがこの後説明していくところです。はい、ここからですね、少し設定画面をこの画面に出しながら具体的に説明していくので、ぜひこの動画を見てる人はですね、多分この動画もう一回自分が上げるときに僕が操作する方法と一緒に多分やってもらうようなものになってくると思うので、はい、ぜひここからは、あ、そうやって設定するんだって思いながら自身が実践するときに一緒に設定してみてください。はい、では動画を撮れれば
はい、その動画に合わせたキーワードを意識したサムネイルを作ってもらう必要もあります、はい、はい、サムネイルに関してはですね、もちろん検索で出てきた時にはそのサムネイルを見て押してもらうというケースもあったりはするんですけども、 Google の検索結果の中の表示の時にはあんまりサムネイルっていうのは目立つ感じで表示されないケースとかも多いです、うんうん、はい、ただまあ YouTube での検索結果で調べる方もいらっしゃったりはするので、基本的にサムネイルはですね、今回じゃあ香川うどん巡りっていうところでも、香川のうどん巡りを求めてる人がどんなサムネイルに反応してるのかっていうのを調べる必要があります、はいはい、なのでまずはですね、今回じゃあ香川うどん巡りで動画を撮ってもらったので、香川うどん巡りで YouTube を検索した時にどんなサムネイルが出てくるのか、でかつ再生数が最も回っているもの、はい、検索した結果からのものでも大丈夫ですが、なるべく龍先生の YouTube 完全版でもあったかもしれないですけども、チャンネル登録に対して再生回数が3倍以上回っているものですねっていうところの動画のサムネイルっていうところを参考にして、どんな絵を使ってて、どんな文字でどういう風な訴求にしてクリックされているサムネイルなのかっていうところを、ヒットしている動画のサムネイルっていうところを参考に持ってきてください。では早速ですね、設定方法についてちょっと解説していこうと思うんですけども、え、これうちのチャンネルじゃないですか。そうです、はい、ちょっと今回ですね、はい、勝手に、はい、ゆう先生の、はい、YouTube の、中の画面を借りてちょっと解説していこうと思います、はいはい、なのでですね、ここにほいみんくんが作ってもらう香川うどん巡りっていう動画を本当にアップロードしてみようかなと、お、はい、もちろん公開はしないんですけども、はい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 、説明用にちょっとチャンネルを使わせてもらいます、うん、はい、まずですね、一番最初に撮った動画と作成したサムネイルっていうところをパソコン上にデータとして準備してもらう必要があります、はいはい、今回はですね、まあ、ちょっとシミュレーションを兼ねて代わりにちょっと動画とサムネイルを用意しています。はい、用意している動画がですね、先ほどちょっとホイミン君に軽く撮ってもらった宇宙ホイミンの動画なんですけども、もちろん皆さんはこれは撮影した動画になっていると思うので、はい、今はこれをちょっと簡単に使っていきますね。めちゃめちゃホラーじゃないですか。あとはパソコン上にこういったサムネイルも用意しました、うん、はい、この香川で随一有名老舗、うん、はい、うどん屋さんっていうので、これホイミン君のうどん屋さんの手ですね、うん、はい、これ公開しないので、はい、公開しないんですが、皆さんの場合は公開するつもりのものを用意してください、はい、まずですね、一番最初にしていただきたいのがファイル名の変更です、うん、ファイル名ってなんかこう、ここに書いてあるやつですか。おっしゃる通りです、はい、今回はですね、皆さん撮っていただいた動画であったりサムネイルっていうのも、うん、なんか番号が振られていたりだとか、うん、書き出したままのファイル名になっているかと思うんですけども、うん、このファイル名を自分が今回設定しているキーワードに全部打ち替えます。今回僕はですね、 MacBook の画面を使って説明をしているんですけども、うん、Windows の方向けにもちゃんとお伝えはしていきますので、うん、はい、まずはちょっと Mac での設定方法というのをお伝えしますね、うん、はい、これサムネイルも動画も操作方法は一緒です、はいはい、なので一つちょっと変更を加えていきます。はい、まず今回ですね、はい、ホイミン君が設定しているのが、はい、香川うどん巡りなので、はい、このワードを設定していくんですけども、簡単にちょっとここでも後で打ちますが、今回だとすれば香川半角スペース、うんうんうん、うどん半角スペース巡り、はい、っていう順番でファイル名を設定します。でファイル名設定するときにですね、今回このサムネイルの画像であれば、うん、ドット PNGっていう拡張子って言われるようなファイルのデータの種類を表す部分ですね、うんうん、っていうところはあるんですけど、そこは消さなくて大丈夫です、うん、なのでその前のその手前の番号とかなんか日付とかが振られているような部分を今回キーワードに打ち替えます。先ほどお伝えした香川うどん巡りでその間に半角スペースをつけるっていうもので、こちらにサムネイルを設定しました、うんうん、はい、サムネイルのファイル名を変えました、はい、でこのサムネイルを Mac の場合、右クリック動作ですね、副クリックって言われるものですかね、をしていただくと、こういった形でメニューが出てくれば Mac の場合情報を見るっていう欄が出てきます、はいはいはい、情報を見るっていうのを押していただくと、こういった形でこのファイルの情報っていうのがずらっと出てきます、はい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 、Mac の場合はタグを追加っていうところと、もうさっき書いたんでここは変わってるんですけど、名前と拡張子っていうところとコメントの部分にテキストを入力できる欄があります、うん、はい、ほうほう、この欄にさっき入力した香川半角スペースうどん半角スペース巡りっていう文言を同じようにここにコピー&ペースします。
そんな細かいところまでやるんですね。はい、ちょっとこれ実際にやってみますね、うん、はい、はい、実際にこれコピーしてペーストしました。はい、これですね、コピーしてペーストしていただきたくて、それぞれこう入力すると時間もかかりますし、あとはですね、ここのタグのところとかに関してはそれぞれ打ち込んでしまうと、香川はもう1個の単語、うどん1個の単語、めぐり1個の単語になってしまうので、この半角スペースを使ったこのひとまとまりで登録をする必要があります。はい、なのでこのタグであったりコメントのところに同様にこういうキーワードを入れていってください。はい、で今回ですね、僕が愛用しているのが MacBook になるので、Mac の名前しか出せてないんですけど、実際にですね、Windows の方の場合は同じように右クリック動作をしていただくと、先ほどみたいなメニューが出てきた一番下にプロパティっていうのが出てきます。はい、プロパティを開いていただくとですね、そこからもいろんな情報を確認できるようになっているんですけども、詳細っていうところに進んでいただくと、タイトルであったりだとかサブタイトルとかコメントタグ、他にも作曲者とかいろんな情報を入力入れれる欄があるので、そこに全部コピー&ペーストしてください。やっぱ全部入れた方がいいんですか？全部入れた方がいいです。はい、このファイルの、はい、設定のデータ上に文字が入れれるところを全部に入れるっていう意識で大丈夫です。はい、そこに全て設定してキーワードを入れてください。それができればそのまま保存していただいて、ファイルにキーワードデータを入れ込むことが完了したという形になります。はい、今回この画面ではですね、サムネイルのファイルだけで実演しましたが、同様に動画に対しても同様の欄が出てくるので、全て同じキーワードっていうのを入れていただきます。はい、ではですね、この2つともキーワードの設定が完了しました。はい、じゃあ次に自分が作成したチャンネルへこの動画とサムネイルをアップロードしていきましょうっていうフェーズに入るんですけども、今回ここでマーケティング侍のチャンネルをちょっと使用させてもらいます。はい、まずですね、チャンネルの YouTube スタジオっていうところに入ってもらうと、右上にですね、作成というボタンが出てくると思います。はい、この作成ボタンを押してもらうと動画をアップロードっていう風なところが出てくると思うので、アップロードしていきます。このアップロードする場所に今回作成した、あのパソコン上に入っている今回作成したこのポイミン君の動画ですね、うん、はい、ホラー動画が、はい、ホラー動画をアップロードします。これはドラッグ&ドロップで大丈夫なんですか？はい、ドラッグ&ドロップで大丈夫です。はい、これはアップロードしてもらうと、この後ですね、タイトルの設定であったりだとか概要欄の設定っていうところですごく重要な作業はしていくんですけども、一旦このアップロード後に設定できる画面では、はい、飛ばしてもらって大丈夫です。ちょっとこの画面では解説 しにくかったりだとか、本来出てこない部分も出てきたりはするので、はい、ここちょっと割愛します。はい、一旦皆さんここの設定はずらっと何も設定しなくてまだ大丈夫なので、一番最後公開設定のところまで来たら、この段階ではまだ公開はせずに非公開の設定でとりあえず動画を保存アップロードしてください。はい、はい、じゃあアップロードした動画はですね、はい、YouTube スタジオのコンテンツっていうところから行くと、先ほどアップロードした動画がこちらに出てくると思います。はい、はい、こちらに出てきた動画のですね、詳細っていうところに入っていきます。詳細はこの動画にカーソルを合わせた時のペンマークのところですね、はい、に進んでいきます。するとですね、タイトルの設定だったりとか概要欄の設定ができるような画面に映ってくると思うんですけども、はい、まずはですね、ここのタイトルっていうものは実際にその動画のファイルの名前を変えているので、すでに香川うどんめぐりっていうのが入っている状態ですね。で、こっからですね、同じように文字の設定をできるところを全てこのキーワードを含んでいくような形に変えていきます。はい、具体的にちょっと一個一個説明していきますね。はい、まずはですね、タイトルのところなんですけども、この文字の並びのままですね、複合のワードを両端に墨括弧をつけてもらいます。この墨括弧の後に再度香川うどんめぐりっていうワードを入れた状態のタイトルっていうのを考えて入れ込みます。はい、ここまでのタイトルはもちろん検索してきた人もこのタイトルを閲覧して見る可能性もありますので、はいはい、ここは一番興味引くようなワードを入れていきましょう。はい、先ほどですね、キーワードをホイミン君とサーチした時に、これは観光客が見てるんじゃないか、はいはいはい、観光客がキーワード検索してるんじゃないかっていうところで仮説を立てているので、じゃあその観光客向けに考えていった時に、香川で絶品うどん食べるための巡り方、最強店舗紹介っていうようなタイトルにしていきましょう。はい、仮タイトルですね。ちょっと一回打ってみます。
ごめんなさい、さっきちょっと言ってから打ち込むまでの間に何て言ったっけってなってちょっと変わってるかもしれないですけど、この中にもですね、香川っていうのとうどんっていうのと巡り方っていうところもタイトルの中にも入れてます。はい、要は本当にできる限りキーワードの中に入れ込むっていうところと、あとはですね、これも一説的な考え方ではあるんですけども、このタイトルの左側に寄せてあるキーワードであればあるほど SEO への関連度が強いっていう方な質があります。はい、こういうところもですね、すべて左にこの墨括弧で入れているっていうところも、あとは墨括弧自体も SEO の意味合いがあって使われていたりするものでもあったりはするので、墨括弧の中に今回設定したキーワードを入れています。はい、これ他のキーワードですね、今回は最低3語までになっていったと思うんですけど、4語であっても5語であってもこういった形を取ってください。次にすぐ下にある概要欄の設定の中にもこのキーワードを含めていきます。はい、今回はですね、マーケティング侍のこのチャンネルを借りているので、マーケティング侍で設定されているデフォルトの概要欄の文章っていうのがすでに入っている状態だと思います。初めて YouTube チャンネルを開設されている方は、ここには空欄になっているかと思うんですけども、はい、空欄の場合でも同じような作業要領です。いつもですね、マーケティング侍の YouTube チャンネルでも、本日は何々についてお話しましたっていうような冒頭の文章を入れていると思うんですけども、ここに同じようにですね、香川うどん巡りっていう言葉を使ってここの文章を構成してもらいます。ここでもそのキーワードが重要になってくる。おっしゃる通りですね。はい、なので、ここでも本日は香川で絶品うどんを楽しむ巡り方について紹介しました。うん、その中でも出てきたうどんは香川の中では最高のお店です。巡り方を知るだけでこんなにも楽しみ方が変わるんですね、うん、みたいなっていう文章を作りつつ、できるだけ今回設定した、ワードっていうところを全て含んでいきます。はい、では打ち込みました。はい、概要欄にも香川うどん巡りのワードを入れて、一番冒頭の文章構成を考えています。あとはですね、概要欄もう一つだけやっていただきたいポイントがあるんですけども、はい、このマーケティング侍でもですね、常にこの概要欄の一番下ハッシュタグでキーワードを3つ入れていると思います。はい、このハッシュタグのキーワードも全て香川うどん巡りを入れていきます。はい、この動画見てたらだんだんうどん食べたくなりそうですよね。ですね。はい、今入れてみました。はい、概要欄の一番下ハッシュタグ香川、ハッシュタグうどん、ハッシュタグ巡り。はい、この時ですね、あれさっき半角とか一語でまとめておくべきなんじゃないのっていうところがあるとは思うんですけども、今回の場合はハッシュタグって半角スペース入れたりすれば別物として扱われたりするんですよね。なんでハッシュタグ香川スペースって開けた時点で、ちょっと別物になってしまうので、今回は分けて3つハッシュタグを入れてます。基本的にですね、4語5語になった場合も4語目5語目もハッシュタグにして、ここの最下部に入れてもらうようにしてください。ちょっと順番にやっていくので、はい、タイトル概要欄はこれで OK です。はい、でその後ですね、ずっと下に行っていくと、次サムネイルを設定する場所があります。ここで先ほど設定したサムネイルのファイルっていうのをアップロードしていきます。もちろんこれドラッグ&ドロップでも、ここでアップロードのファイルを設定しても何でも大丈夫です。今回ドラッグ&ドロップでやっていきますね。先ほど設定したこのサムネイルをここに含めていきます。ではサムネイルの設定ができました。はい、はいはいはい、サムネイル設定の後、すぐ下に出てくるですね、再生リストもキーワードで設定をしていきます。ここでもキーワードが重要になってくる。おっしゃる通りです。この再生リストもですね、選択した時に、まあ今これマーケティング侍の場合は設定している再生リストがザーッと出てくると思うんですけど、左下にですね、新しい再生リストっていうのが出てきます。ここの新しい再生リストをポチッと押していただくと、新しい再生リストを作成するボタンが出てくるので、この新しい再生リストのタイトルにさっきの香川うどん巡りっていうところもペーストしてもらって、説明にも香川うどん巡りを設定してもらいます。はい、この時の再生リストに関しては公開設定とか非公開とかいろいろあるんですけど、全然非公開で大丈夫です。公開しなくても、で非公開にしておいてください。はい、これで作成します。作成したらその再生リスト、これ自動的にチェックつくようになってるんですけど、基本的にはこの作成した再生リストにチェックを入れて、その再生リストにこの動画を含めてください。まあちょっとこれついでなんですけど、皆さんデフォルト設定とかしてなかったら、これ子供向けではありませんっていうのがあるんですけど、これは子供向けではないに選択してもらって大丈夫です。これは SEO 関係なしにですね、 YouTube アップロードするときは基本的に皆さんこの設定にしてください。次ですね、そのままずっと下に行ってもらうとタグっていうのが出てきます。タグですね、マーケティング侍も通常の YouTube 運用をされているので、こう単語をずらっと入れていただいてますが、はい、皆さんデフォルトの設定とかしてなかったらこのタグを追加っていう状態のままだとは思います。このタグの部分にもですね、香川うどん巡りを
ペーストしていただきます、はいはい、この時に注意していただきたいのが、この時も香川とかうどん、はい、めぐりっていうのを単語ごとに登録するんじゃなくて、この半角スペースの3セットの状態で1つ登録してください。はい、だから設定ができればこんなぐらいです、うん、はい、あとはですね、プラスすごく重要な部分があります、うん、ここ結構聞いててめっちゃ面白いと思うんですけど、うん、はい、下の方に進んでいただくと、うん、次に出てくるのが撮影日と場所、はい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 、っていうのが出てきます、うん、はい、はい、この撮影日と場所なんですけども、はい、SEO で上がりやすいっていうことは、うん、情報の信頼性であったりだとか、うん、最新情報、トレンドとかっていうのも評価に値するので、はい、この撮影日っていうのは近ければ近いほどいい、うん、最新であればあるほどいいっていうことになってくるので、はい、この撮影日っていうものも公開当日の日付で設定してください、うん、はい、撮影した日じゃなくって投稿する日に設定する、おっしゃる通りです、うん、この撮影日って未来の日程っていうのは設定することができません、うんうんうん、はい、言えばじゃあ1週間後にこの動画を投稿するから、はい、撮影日も1週間後に設定しようっていうことはできないです、うん、なぜならば、まあ、公開日が来週で、はい、撮影日も来週ってよく分かんないじゃないですか、はい、もうすでに動画がアップロードされてるのに、うんうん、なので当日までの日付っていうところしか設定できないので、うん、公開する当日にこの公開日っていうのはその当日に設定してください、撮影日っていうのはここに設定してください。でその後ですね、下の方に行ってもらうとカテゴリーっていうのが出てきます。はい、はい、マーケティング侍はちょっと、おそらくこうチャンネルの属性上このカテゴリーにしていただいてると思うんですけども、数あるカテゴリーの中から皆さんもこのニュースと政治っていうので設定してください。はい、これってなぜか分かりますか？なんでですか？はい、撮影日が今日で、はい、今日公開された動画で、はい、かつニュースですってなると YouTube はどういう判定をするかはってなれば、はい、めちゃくちゃ最新の情報であり、はい、かつ皆さんが知るべき情報だっていう認識を上げてくれます、はいはい、なのでこのカテゴリーはニュースと政治にしてもらうことで SEO は段違いに上がりやすいです、はい、これ僕も知らなかったです。知らなかったですよね。はい、です。ただニュースと政治っていうのは、いわば最新情報とかっていう認識があったりするので、公開から1週間程度、例えばエンターテインメントであったりだとか、飲食店やってる方とかだったら、まあ、観光客狙いとかだったら、旅行とイベントとかに設定していただいても問題ないので、はい、基本的には一番最初、ここはニュースと政治を選択して設定していただくようにお願いします。はい、ここまでの設定ができれば、はい、公開前の準備は以上です。すごい盛りだくさんでしたね。そうですね。やること多すぎって思いましたけど、はいはい、細かいところまで設定して、うん、SEO っていうのをとことん上げていく中身を作っていきます。じゃあこの設定までができれば保存していただいて、保存した後もまだやらないといけないことがあります。はい、まだまだ、はい、まだまだあります。まずはですね、保存していただきましたら、その YouTube の動画のリンクの先に行ってください。はい。はい。これ本人くんの宇宙の先ほどの言葉です。すごいですね。はい、すごいですね。はい。この動画のページに行っていただくと、はい、非公開にしている場合は限定公開とかにして、一応この画面に行っていただければと思うんですけど、非公開の場合は下のコメントが出てこないので、限定公開の状態でこの画面に来てください。はい。で、動画の画面に来ていただくと、コメントを打つことができます。このコメントを投稿するチャンネルのアカウントで来ていただくと、メインの設定とかもできたりするので、そのアカウントでこの画面に来ていただいて、で、コメントの中にも今回のキーワードを設定していただくようにします。はい、ちょっと設定の仕方が難しいので、もちろんこの編集のテロップでも出してもらうようにしますが、皆さんこの設定を間違えないようにだけ気をつけてください。コメントを設定いただくときは、半角スペース、アスタリスク、今回の場合だったらキーワードを入れるんですけど、香川、半角スペース、うどん、半角スペース、めぐり、うん、で、アスタリスク、うん、で、半角スペースっていうのを入れてもらいます。ほうほうほう、はい、ちょっと難しいかもしれないんですけど、はい、実際にここにちょっとテロップで出してもらいますね。はい、で、ちょっとここで実演するんですけど、ちょっとこれ打ちながら喋りますね。はい、これコメントまず押したら、まず半角スペース入れます。これちょっと見えにくいんですけど、半角スペースで、その後アスタリスクって言ったんですけど、このアスタリスク、キーボードで言うと、うん、このキーボードの下にひらがなが書いてると思うんですけど、はいはい、その場合ケですね。ケケケ以外にも半角表示、ローマ字表示、うんうん、英語表示の場合はコロンっていう上2つのこのボタンがある、うんうんうん、このボタンの上にアスタリスクっていうこうチョメみたいな、チョメチョメの付け
チョメみたいなのがあると思うので、はい、そのチョメをですねシフトキーを押して入れます。このアスタリスク入れます。はい、その後キーワードを貼り付けですね、半角スペースのまま。でその後もう一度アスタリスクで半角スペース入れます、うんうん、はい、でこの半角スペースの後に通常の何か文言を入れてもらって大丈夫です、うんうん、はい、なので今回、はい、香川うどん巡りについて解説しました、はいはい、とかで大丈夫なので、はいはい、入れてください。これってコメントに表示されるんですか？表示されます。おうおう、はい、これ表示されても全然大丈夫です、うんうんうん、はい、ちなみにこのアスタリスクっていうのが何を意味するものなのか分かりますか？え、見ててキラキラしてて目を引くとかですかね？めちゃくちゃそれはキラキラしてて目を引くとは思うんですけども、さっき表示されるんですかっていうのがアスタリスクのことであれば、アスタリスクは表示されない、あ、そこはされないんですね、ものになるんですけど、はい、これをアスタリスクで囲むことによってこれですね実際見えにくいんですけど、これ実際投稿してみますね。これコメントをコメントするとアスタリスクは消えるんですけども、実はこれアスタリスクで囲んだところっていうのは太文字設定になってる。はい、なるほど。実際この画面見てみても、はい、僕らもこの距離で見ても、はい、え、太文字になってるみたいな大画面で見ても分からない、はい、携帯で見てもおそらく分かりにくいかなとは思うんですけど、うんうん、このアスタリスクを入れて太文字にすることで強調されているものとして認定もされるので、はいはいはい、実際にこのキーワードっていうのをアスタリスクで囲むっていうことが重要です。僕らには分からないけどこの YouTube 上ではそれを認識してくれてるってことですね。おっしゃる通りですね。さらにですねコメントを入れた後です。このコメントの部分にカーソルを合わせると右上に3つのこのチョコマークっていうのが出てきます、うん、はい、このチョコマークアクションボタンっていうんですけど、このボタンをポチッと押していただくと3つこれ出てきます、うん、はい、この中の固定っていうところですね。固定しますかっていうところに固定をしてください。コメント固定した後自身でですねこのコメントに対して高評価ボタンとハートマークっていうのをつけることができるので、ご自身で高評価ボタンとハートマークっていうのをつけてもらうようにお願いします。以上でコメントでやらないといけないことは終了です。まだやらないといけないことあります、はい、でもこれをやることによって少しでも SEO 対策ができる、他の人にも表示される場所が良くなるってことですもんね。おっしゃる通りです、はい、でも次が最後やることです。最後やらないといけないことはですね、皆さんこの動画を公開した後リュウ先生もよく共有ボタンから共有してねっていうのをお伝えされると思うんですけども、この動画に対してもこの共有ボタンっていうのは限定公開の状態にも出ているので、動画が公開された後ですねすぐに皆さんこの共有ボタンから押していただくといろんな各種 SNS がずらっと出てくると思います、はい、X だったり Facebook、WhatsApp、メール、僕も知らんよう な海外の SNS とかっていうのはずらっと出てくるんですけど、これ全てのアカウントで共有用のアカウント、フォロワーとか全然いなくていいんで仮のアカウントを全部に作って全てにここから共有をしてください、はい、ここから共有してもらうことで、これって YouTube からすると他のプラットフォームに YouTube を紹介してくれて、かつそのプラットフォームから YouTube に来る可能性がある行為を行うっていうと、 YouTube からしたらすごく頑張ってるね、やってくれてるっていうことになります。はい、実際にですねアナリティクス上でもその動画から共有が行われた回数っていうことが見ることができたりするんですよね。はい、なのでこの共有回数っていうのはすごく重要です、うん、はい、なのでご自身で作成できる全ての SNS でアカウントを作成して、うん、はい、でこの共有から全てのアカウントに共有を行ってください、はい、ここのボタンからしてもらうことで共有のカウントであったりだとか、うん、共有されてるっていうことを YouTube も認識してくれるので、はい、ここから必ず共有してもらうようにお願いします。ここまでやって、はい、最後終了でございます。はい、あとはですねここまでやってもらったので、はい、じゃあ SEO 上がってくるかなとか、うん、これ本当にキーワードが結構ニッチだったりとか、うん、空いてるものだったりすれば本当即時上がってきます、うん、はい、なのでまあキーワードが上がってるかなどうかなっていうのを確認していただくときは Google Chrome っていうのを使ってもらってれば、はい、他のブラウザ機能でもあるとは思うんですけども、シークレットモードっていうのがあります。はい、シークレットモードっていうところがあるので、この Google Chrome だったら右上のアクションボタンを押してもらったら新しいシークレットウィンドウっていうのが出てきます、うん、
はい、これですね、シフトキーと Windows だったらコントロール、はい、Mac だったらコマンドのキーを押しながら N、アルファベットの N のボタンを同時に押してもらうことでショートカットで解くこともできるんですけど、シークレットウィンドウを開いて YouTube で同じ今回設定したキーワードで検索したときに自分の動画が上に上がってくるか、もしくはですね、これ YouTube 上だけじゃなくて Google でも上がってくる可能性があるので、はいはい、Google で実際にそのキーワードで検索してみて自分の YouTube が上に上がってきてるかどうかっていうのを確かめてもらうのも面白いと思います。なので今回のですね、この動画かなり設定事項とかも多かったと思うんですけど、はい、ただでもこれ本当にやってもらうだけなんで、うんうん、はい、何かこうリサーチが必要だったり、はい、自分のこのジャンルに合わせてとかじゃなくて、この設定をやってもらうだけで検索が上位表示されるって思ったら、はい、かなり集客につながると思いませんか。そうですよね、実際こう実演でやってもらってこうすごく長い時間かかりましたけど、ちゃんと一回覚えて慣れてしまったらそれこそ5分とかもう そんなにかかんなくて終わりそうですもんね。おっしゃる通りです、はい、もうこれ慣れてこればうちの運用代行でもこういった設定はやってるチャンネルもあったりはするんですけど、うんうん、はい、ほんとすぐできます。貼り付け作業をするだけだったりもするので、はい、ぜひ皆さん実演でやってもらえればなと思うのと、今回僕がお話ししたのは骨太チャンネル、完全 SEO に特化するチャンネルの場合はこういった表示にするんですけども、リュウ先生が解説しているメガチャンネルを作る場合でもこういう SEO 設定はしておいてもらった方がいいです。はい、してもらうときにですね、今回だったら例えばこういったタイトルの冒頭にこういうキーワードを含めたりだとか、こういうコメントのところにキーワードを置いたりっていう風な行為をしているんですけども、この表上は見えない部分、例えばさっきのタグ付けであったりだとか、はい、うん、概要欄にこう文章の中に含ませるとか、はいはい、動画の冒頭で3回ほどそれを発言するとかっていう部分で、表上で違和感を感じられない部分、はいはい、隠せる部分のところに関してはこの SEO 設定で実施してもらっても効果はあります。さっきの再生リストもそうですし、はい、再生リスト非公開でいいっていうのをお伝えしたと思うんですけど、ああいう再生リストに入れてもらったりだとか、うんうんうん、っていうところはすごく効果をなすものではあるので、はい、皆さんこの骨太運用じゃなくて今自分でやってるチャンネルがあって通常運営してるよとかメガチャンネル目指してるよっていう方も裏側で見えない範囲の設定、例えば動画アップロードする前のファイルの名前を変えるとかは全ての僕らチャンネルでやってます、うんうん、はい、なので見えない設定の中で SEO の対策をしてもらうっていうのもすごく重要ではありますので、はい、ぜひ皆さんその対応をやっていただければなと思います。ちょっと最後に質問したいんですけども、はい、これってみんなやりだすとこう競争率とか上がってきちゃうのかなと思って、なんか戦うのが大変になっちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうなんでしょう。おっしゃる通りですね、はい、なので冒頭に説明したそれを使ってのリサーチであったりだとか自分が参入するジャンルを絞り込んだりキーワードを洗い出したりっていうところはすごく重要ではあるんですけど、本当にこれあんまりこう表にはパンパン出してない情報だったりするので、マーケ侍を見てる皆さんがやる分に対してはいいかなと思って、ちょっと今日はリュウ先生に頼まれてこの動画を撮らせていただいております。ぜひ皆さんですね、この競合やる前にこの情報を実施してもらえればなと思うんですけども、はい、僕としてもリュウ先生のチャンネルが伸びるのはいいと思うんで、さっき言ったみたいにですね、共有ボタンから共有してもらうっていうのもすごく YouTube 上では大切なことではありますので、はい、役に立ったなって思った人は共有ボタンから共有してもらうことが重要ですので、ぜひ共有してみてください。というわけでですね、まあ、今回は YouTube のピンポイント集客ですね、もうダイレクト集客のやり方をこちらコロスケこと箱崎蓮君にですね教えていただきましたけども、皆さんどうだったでしょうか。いや結構だいぶゴリゴリ話してるんですね。そうですね、めちゃくちゃ多分実践的ではあるんで、本当見た後やってみようっていう気持ちでやっちゃうと集客できちゃうと思うので、うん、はい、そうね、まあでもまあまあ本当にすごく簡単なステップからやって、まあ、これを見てる皆さんでも編集とかもねそんな難しくなくできるっていうところで言うと、まあ、かなり使えるんじゃないのかなというふうに思っています。というわけでこの動画が良かったと思う方はですね、チャンネル登録と高評価、そしてシェアの方よろしくお願いします。であと今回、まあ、中で教えたような内容なんかの一部ですね、簡単に分かりやすいステップバイステップでマニュアルにしたものがありますんで、なんか動画見ながら分かんなかったなーって方とかが思い出せるような資料をね用意しております。コロスケ君がね、はい、そちらの方を皆さんにプレゼントとしてですね、今回やったステップが具体的にできるアクションプランっていうものを皆さんにお渡ししていきたいと思いますので、欲しい方はですね概要欄の方に LINE がありますので LINE を登録していただければ補足資料っていう形でダウンロードができます。これ結構最近好評なんでね、この補足資料ね、まあ、いろんな動画でやってるけども、はい、後で見直しができるとか自分で印刷して使えるっていうのがたくさんあるんで、よかったらそちらの方概要欄から LINE 登録をしておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。ありがとうございました。
はい、龍先生、コロスケさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日マジ神回だったなと思いましたね。なんかそこまで教えてくれるんだっていうのが、まあ、ただなんか俺ちょっと普通に思ったけど、勝手にマーケティング侍 7X を見せるってどういうことみたいな許可してないんですよ。握りましたけどね、まあ、一番ね、皆さんもアナリクス見たいかなと思ってがっつり出てたけど画面に、まあ、まあいいけど、はい、まあ確かにね、アナリクスの画面もそうなんだけども、やっぱりこの一つ今回の手法として、この SNS の使い方で面白い使い方があるから、はい、とアナリティクスってさ、分析画面じゃん、はい、この分析って全てのマーケティングにおいてめっちゃ重要なのね、うん、で分析でよく使う方法としてはアンケートを使う、はい、これアンケート使えって話をよくしてるから、まあ、アンケートを定期的にね、このチャンネルでも取ったりとか、どんなリスナーが見てるのかなっていうのを聞いたりとかしてるのね。このアンケートを何のために取るんですか、もちろん分析して、うん、そのお客様はどんなものを見たいのかとか、どんな企画を知りたいのかとか、まあ、ピンポイントにね、どんな商品サービスが好きなのかっていうのを送るためにもできるんだけども、それ以上にアンケートがあるとコミュニケーションツールとして最適なのよ。うん、でこの話がどこにつながるかというと、今回みたいなこの骨太 YouTube チャンネル、はい、これは実はコミュニケーションとしてアンケートとして最適であると、うんうんうん、どういうことかというと、例えば店舗とかでやりますよと、で例えばね、まあ、さっきのうどん屋とかで言うとさ、うん、うどんとか食べた後とかに、まあ、みんなアンケートとかさ書いてくれたりとかするでしょ、はい、普通アンケートフォームに書かせたりとか応募フォームに書かせたりとかすると思うんだけど、この時に YouTube にあえて流すって仕事が結構あるやと思う、はい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 、なぜかというと、はい、YouTube って教育ツールなんだよ。これ何回も言ってるけど、うん、まあ、YouTube に限らず SNS は教育ツールであるっていうのが結構強くて、一回 YouTube に流して YouTube で、じゃあ例えばアンケートのお知らせとか流すと、だから別に伸びなくていいわけなんだから、うんうん、アンケートのさ、取る目的であったりとか、まあ、世の中を良くしていきたいとか、もっと美味しいうどんを作りたいんだっていう思いとかを動画に載せることによって共感を得やすいのね、うん、まあ、これアンケートを使った一つのコミュニケーションっていう方法なんだけど、これ以外にもこの前見ててすっげえ面白いなと思ったのが、お客様の声マーケティングね、うん、これめっちゃ使うね。お客様の声を YouTube の動画で作ると、じゃあ例えばうどんの話をすると、このうどんめっちゃ美味しかったですみたいな、やっぱそういうこのうどん最高だったみたいな動画を YouTube で載せるのよ、うんうんうん、でこれってじゃあ誰が見るのって話になるじゃん、はい、今回の SEO の方法を使って検索できたら、その動画見てね、え、美味しそうだなって、やっぱお客様の声ってめっちゃ反応取れるから、うんうん、そのお客様が食べてるうどんの、はい、これ最高のうどんでした、美味しかったです、最高だーみたいなやつ、まあ見てから来るんだけども、うん、YouTube の動画の結構面白い使い方が、店内でもお客様の声の動画を流すってなる。ほうほう、わかる？うどん食べてる横で、うん、iPad みたいなの置いてるんだ、はい、まあ、はい、そのモニターみたいな、うんうん、そこでひたすらリピートでうどん最高みたいな動画を流すみたいな、はい、お客様の声、はいはいはい、これめちゃくちゃ使える方法だと思うんでね、お客様の声を動画で撮ってひたすら店内に流すと、うんうんうん、ちょっとそれと違う事例だけど、なかなかこれ面白いなと思ったのが新発食堂の手法ね、うん、新発食堂っていう魚の定食屋さんがある、はいはいはい、で魚の定食屋さん、まあ、そこも同じで行くとカウンターがあって、カウンターにモニターがありますと、はい、でそのモニターに YouTube の映像が流れてるのね、うんうん、その映像を見たら何かというと、まあ、魚屋さんだから、うんうん、毎日魚を食べたら、うん、何が起きるのかと、健康上良くなるのか良くならないのかみたいな検証動画が載ってる、うんうんうん、俺魚食いながらさ見るじゃん、はい、ずっと流れてるのよ、はいはい、ひたすら、うん、そうすると魚を毎日食ったら健康になりますみたいな検証結果だったのね、うん、そうすると食いながら思うわけ、はい、あれ毎日この店通って魚食ったら健康になるんじゃねみたいな、その検証動画では新発食堂の飯を毎日食ったらどうなるのっていう、もう教育されちゃうよね、はい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 、お店に入って自分とこの商品を使い続けたらハッピーになりましたっていうこのお客様の声を動画で流されると、お客さんはその場でリアルでも教育される。だから一個ポイントとして、このウェブとリアルを重ね技するっていう手法は今の時点でものすごくありだと思う、うん、ただ自分だったらやっぱこのリアルと SNS の重ね技は今後もどんどん使っていくだろうし、使ってるところは勝ててるだろうね、うん、実際 YouTube の動画を看板に流す、店内で流していく、まあ、こういうことは一つ検討してもいいんじゃないかなと、うん、そしたらあの僕とコロスケさんがアキラ 100% みたいに裸でお盆を使ってお盆踊りして看板とかにそれ流したら集客できるんですかね。いや絶対もうそれ俺の裸からこれで定着するのやめましょう